どうも皆様、マッコイ富岡です。お久しぶりです。なんと私事なんですけど、前回の動画だと彼女とお話ししてたんですが、見てください、結婚しちゃいました。私事なんですが、ありがとうございます。新婚の方だったりとか、もしくは大家族の方とか。本日ですね、売れ筋冷蔵庫500リッターですね、2台ご紹介いたします。まず1台目、東芝の GRU510FZS という機種になります。こちらの機種ですね、おすすめな機種として3点ございます。まず1点目、冷蔵庫内に Bluetooth のスピーカーを受信できる機能が搭載いたしました。 Bluetooth 受信できると何がいいのってお話をすると、まずですね、冷蔵庫内に Bluetooth の受信機が内蔵されているので、そちらで音声を受信することができます。続きまして2点目ですね、東芝ならではになるんですけど、冷蔵庫がタッチオーブンになってます。この機能に関しては他の冷蔵庫には備わっておりません。実際に使っていただくと、ここがセンサーになってます。実際にちょっと今触ったら反応してしまったんですけど、触っていただくとこんな感じで冷蔵庫が自動で開けます。料理してるとどうしても手が汚れてしまっている時とかあると思うんですけど、肘とかでタッチするとそれでも開きます。こんな感じで普段お料理されている主婦の方にも大変おすすめな機能となっています。で、最後3点目、こちらですね、野菜室が真ん中野菜室になっています。野菜が真ん中だとなんでいいのってお話をすると、普段お料理されているからってやっぱり冷凍室より野菜室の方が使うと思うんですけど、やっぱり野菜が真ん中にあることによってもちろん取り出しやすいんですが、キャベツとか白菜ってどうしても重さがあります。下にあるより腰に負担がかかりにくいです。はい、続きましてね、日立の冷蔵庫 RKWC57R、こちらの機種をご紹介いたします。まずおすすめのポイントとして2点ございます。まず1点目、こちらの機種独自になるんですけど、野菜室、冷凍室、冷蔵室、こちらが切り替えて使うことが可能です。切り替えてどういうことってお話をすると、季節によってお客様で切り替えて使います。例えば夏であれば冷凍食品が非常に多く使われると思うんですけど、冷蔵室は冷蔵室のまま、野菜室を冷凍室、冷凍室は冷凍室と、お客様独自でお部屋をどんどん変えることができます。なので大変使いやすいと思います。続いて2点目ですね、これが日立独自になるんですけど、丸ごとチルドって言われている機能になります。丸ごとチルド何ってお話をすると、まず通常チルドルームになりますと、こちらのお部屋だけだと思うんですけど、チルドルームが冷蔵室自体全体がチルドルームですよっていう扱いになります。それでどういうことってお話をしますと、通常の冷蔵室の温度よりさらに温度帯を下げていることによって、鍋物とかどうしても熱を冷まさせていただいてから冷蔵庫に保存すると思うんですけど、それが一切いらなくなります。例えばカレーだったりとか肉じゃがだったりとか、そういったあったかいもの冷まさずにそのまま入れることができるんで、すごい使いやすいかなと思います。カレーとかってどうしても冷ますのって結構時間がかかってしまうんですけど、その部分ですごい出し入れしやすいですし、ここを見ていただくと分かるんですけど、ここの棚の部分が鍋がちょうど入る部分になります。日立のこの機種大変おすすめでございます。この上段の部分なんですが、500ミリットルのビールだったりとか、そういったものも入るのでいいかなと思います。最後に冷蔵庫ご購入いただいたお客様にご案内している商品がございます。こちらですね、冷蔵庫のへこみ防止シート。何って話をすると、冷蔵庫ってどうしても重さの影響だったりとか、そういった部分で床に傷だったりとか黒ずみ、へこみっていうのがついてしまうんですが、こちらが硬いプラスチックの板になってます。ですので冷蔵庫の下に引いていただくことによって傷つくことはなくなります。新築のご自宅に住まれるお客様だったりとか、また賃貸物件ですね、退去費用どうしてもお金かかっちゃうと思うんですけど、そういったお客様に大変おすすめでございます。で、今見ていただきますと、それぞれ大きさによってシリーズ全部ございます。冷蔵庫今ご案内したのが550リッターになりますので、 M サイズ、 L サイズ、こちらにご用意ございます。ぜひ冷蔵庫を買っていただくお客様にはこちらも大変おすすめでございますので、ご購入の際には一緒にご紹介いたします。それでは私、マッコイ富岡でございました。皆様ありがとうございました。